共生。共生、共生、新美容室あるいは、コメンスセルとは、複数種の生物が、相互関係を持ちながら、同所的に生活する現象。共に生きること。元の用事は、真の研究では、共生は、明治21年に参考学の論文で、用いられていることが確認されており、共生の要例より早い。確認されている範囲では、 日本に初めて、シンビオーシスという概念を紹介し、最初の研究者は、ミヨシ学であるので、彼がこの訳を当てた可能性が高いともされる。日本では1922年に、C を勉強が、仏教運動として、共生運動をはじめ、共生が単なる生物学的な意味だけでなく、哲学的な意味を含む言葉になっていった。 強制現象のうち利害関係が分かりやすいものには、それを示す名が与えられている。しかし、これら相互の間には明確な境界はなく、同じ生物の組み合わせでも、時間的に利害関係が変化したり、環境要因の影響を受けて関係が変わったりすることもある。また、同一の現象であっても着目する時間や、空間のスケールによって、外とも液ともみなされる場合がある。 共生は利害関係によって単純に分類できるものではない。愛理共生だけが共生ではない。利害関係は可変的であったり観察困難だったりするため利害関係は考慮せず複数種の生物が相互関係を持ちつつ同所的に生活している状態を全て共生と呼ぶ。もともと、生物学の中では共生は 主観関係の中でも特殊なものと考えられがちであった。これには近代科学の発達の場となったヨーロッパではトマス・ホップズの万人の万人に対する闘争等有名なフレーズが端的に示すように社会的自然状態を競争と捉えることが受け入れられやすい思想背景があったことが影響しているかもしれない。日本でも1980年代までの生態学者の 書いた教科書では、影響し合う二種の生物の主観関係を、捕食被食関係、競争関係、共生関係、規制関係の四つのパターンに分類し、これらのうち、あくまでも主流とみなすべきは、捕食被食関係と競争関係であり、共生や規制は例外的なものとして重視するべきではないと書かれたものもあった。しかし、その後理解が進むにつれて共生が、 普遍的な現象であり、生態系を形成する基本的で重要な主観関係の一つであることが認識されてきた。また、かつては共生と規制は別の現象とみなされたが、関係する生物相互のバランスによって、双方が利益を得る状態、相利共生から片方が利益を得て、もう片方が被害を受ける状態、規制まで属主抵抗しうる例が多く検出され、 互いにはっきりと分離できないことが分かってきた。そのため現在では、共生という主観関係は、愛理共生や規制といった関係をすべて含む上位概念として、作られている。複数種の外見上独立した個体がなす共生より、密接な関係として、構造上一体化して、単一の生物としか見えない、共生、地位類や、サンゴなどや、さらに進んで、 細胞内に共生者を受け入れているもの細胞内、共生細菌などもある。しかしそのような例は特別なものではなく、むしろ人を含む、真核生物の細胞の基本構造は、共生に起源を持つものであると考えられるようになった。これが、真核細胞の起源に関する細胞内共生説である。リンマーギュリス、リンマーグリス、1938年2011年。 深核生物の細胞内にあるミトコンドリアや葉緑体は細胞内共生細菌が起源であるという説を提唱した。これらの細胞小器官は独自の DNA を持つことなどから1970年代以降この説の基本的な考え方は広く受け入れられるようになり、むしろ細胞内共生は当初、マーギュリスが想定したよりはるかに一般な現象であることが明らかになった。 自己参照のこと。法律するアブラムシとブフネラ、強生細菌の例では、細菌はアブラムシの細胞内に生息しており、こういった強生形態を真核細胞の起源とは別に単純に文字通りの意味で細胞内共生と呼ぶ。逆に細胞外に作られた構造体、粘液性物質や糖砂などで作られる中で強生する形態を細胞外強生と呼ぶ。 細胞内共生微生物には単独では培養不能なものが多く遺伝子の一部が宿主ゲノムに移行していることも多い宿主と共生微生物とが出会い共生関係になる過程を電波と呼ぶ卵などを通じて親から共生関係を受け継ぐ場合を垂直電波環境を介して受け継ぐ場合を水平電波といい共生の形態を理解する上で重要な事項である多くの昆虫に 細胞内共生する細菌であるボルバキアは垂直電波を行うが、宿主昆虫の性を操作することで、自らの電波をコントロールすることが知られる。植物にうどんこ病を起こすうどんこ菌は、植物病原菌としては、例外的に真の寄生者であり、宿主植物の生きた細胞内に吸気を差し入れて、養分摂取を行う。アーバスキュラー菌根菌は、 多くの植物と愛理強制を営むが、宿主の細胞内に菌糸を侵入させて、樹脂状態を形成して、物質交換を行う。卵化植物には栄養的に卵菌根菌に多少なりとも規制するが、根の悲層細胞内に菌を侵入させて、ペロトンという構造を形成する。これらの例ではいずれも細胞内に侵入する菌類の菌糸は細胞壁を貫通するが、 細胞膜を破ることはない。また、ペロトンの消化段階などを除き細胞内の禁止は外部の近体とつながっている。マーケティングの考え方の中に強制マーケティングがある。これは、企業と企業、企業と消費者、自国と他国、人間と自然が共に生き、信頼を最優先するマーケティングである。キャノンの企業理念にも強制が使われており、また、かつて、 福田康夫も強制を旗印に使った価値観の多様化が進む社会情勢を反映し政党の中でも社会的強制を訴える団体も出てきている環境社会学においては自然と人間の共生という考え方がある自然災害の増加から国際連合による国連防災世界会議では自然を制するのではなく自然と共生する社会を目指すという趣旨を 標榜している。ユネスコでは、生物多様性条約を受け、生態系を、環境材と位置づけ、持続可能性の観点からも、自然との共生を重視する。その代表格として、日本の里山がある。人間の手が入ることで、生態系が維持され、人間も営みに必要なものを享受する、互換関係は正しく、自然との共生であり、里山イニシアティブとして、 国際社会に広まりつつある。さらにそうした里山景観を保護する文化財保護法による重要文化的景観では有機的景観、黄金ネグリーランドスケープとして明らされている。黒川紀章は共生の思想を建築の領域で展開し、最晩年には共生新党を結成して政界への進出を試みた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。